った？もう？え、曲なの？でも早い、割と。固定したい。テロップ書いても意味ないから。テロップ書いても意味ない。固定したいな。あ、終わった。何の歌にしようかな。待って、HK。この歌がめちゃくちゃ好き。作業の歌なのね。皆さん作業っていうか今仕事中かな。みんなお仕事中か。なんか作業してる方は聞きながら言ってください。BGM の、ね、音量とかも調整できるの。すごいね。
本当に寒いよね。寒いっていうか、まあ関東の街はすごい寒いみたいで、かわいそうにかわいそうにな、寒いんだよな。でもコンタクトしないと見えないって言って、UFO 募集中に頭と UFO 募集中欲しい。このカラオケの中にないのよ。あ、やばい、これまたこう入れ直すの、ね、どうやろう。あ、ちょっと今 HKT で最初は攻めていく。家も隣が建物を解体中、振動がマジで振動はちょっと辛いね。振動はね今んとこないけど、マジで、ま、もうほんとほんとにバリ近いところで工事してて、解体してるのが分かんないんだけど、なんか朝からね。え、そうなの、最近そうなんだよ。工事しててちょっとさ、ガンガンちょっと居心地良くないんだよね、お家の。悲しい、早く工事終わってくれないかな。昼間だけだから我慢しない。そうなんだよね。そうそう、まあ夜になったら全然、ある時間になったらもう何も大丈夫なんだけど、割と日中はやってるかもから困りましたね。どうなんだろう。この化粧ポーチの音も入ってるカシャカシャ言ってる。私はひろゆきさんえ、わかんないんですけど、ひろゆきさんのさ、あんま見たことないんですけど、どういう感じなの。ひろゆきさん画角こんな感じなの。今ちょっとファンデーションする、ファンデーションするかしないか。いや、しなくていいか。いいな、誰と会話してんのか。全然バレンタインじゃないのに、今どっちだっけ。会話やってるのか。コンタクトにできないとあんま細かいと思うのに。
と待ってください。今メイク中なんだ。ちょっと待って、もう少しで顔の顔を作って、ちょっと待ってください。今ね、こっち側にメイク置いちゃってるからね、メイクしながらだと。履歴にあったやつ、これ履歴になんかあった。沖縄じゃないよ、お気に入り、お気に入りのところに、A メロがあり、タイムってことね。サビだけか。やってない。ダンシングフォーの。え、響き懐かしい。ダンシングフォーって、もうちゃんと活動してる？もう。おいおい。活動してるか？忘れてないんだぞ、こっちは。こういう曲ちょっと盛り上がる系の曲リクエストほしい。きっとアイディよりもファンの方の方が曲知ってるんですよね、絶対に。アイディより知ってるんだ。盛り上がる曲って感じなんですよ。なんか歌詞の意味は特にね、なんかそんな考えずに行こうじゃんみたいな。あー、ない、どこだ。あった、9だった。ありがとうございます。9です。9。なかったの。確かにロックだよね。オレンジさんがやってるね、フルでね。フルっていうのはなかなかだよね。七色のアンコールは全部フルでやってるけど、フルでさ披露する機会ってさあんまさないからね。うわっ、 UFO 募集中とかあれも忘れたよ。
忘れるなって感じだけど、いや忘れてる忘れてる。陸泡期間はめっちゃ練習してたんですけど、もうやっぱりこれ陸泡以降やってないんでね、来るとか忘れてるよ、やばいよ。あのテストとかってさ、テスト期間めっちゃ勉強するのに、テスト終わった瞬間さ、なくなるじゃん、あの知識が全部飛んでくるじゃないですか。それなのよ、わかりますか、それと一緒なのよ。結構お昼はね、動画見て練習しないといいの。あーロックだよ。まあそういう人もいるか、そういう人もいるよね。はいはいはい、金曜日頑張っていくぞー、煽り。いやなんか懐かしいな、懐かしいっていうかさ、ロックを初めて私踊ったのが、サッシーさんの卒業コンサートだったんですよ。あ、卒業コンサート、卒業コンサートだよ、卒業コンサートだよ、うん、卒業コンサートかなって、あの深まってる時だから、卒業コンサート、卒業時で初めて踊ったかな、ロックは、うん、だからなんか、懐かしく感じるよね、なんか、あの頃はなんかもう本当、あの頃はとかってまだそんなにさ立ってるわけではないんですけど、なんか本当に何も分かんないですね。この日の日でしたね、最高だったね。というかね、今メイク中なのかな、で工事の音が結構聞こえるの、今最近そういう風にするのかな、ビジョンも見えさせておりまして、あの子だとめっちゃ思っちゃいますね。
ありがとうございます。ありがとうございます。工場昼休み入ってないね。多分聞こえてないってこと？じゃあ、でも本当にあれの時は入ってんのかな今。なんかちょっと聞こえるけど。私ワンちゃん昼休み。聞こえてないの？おお。昼入ったの？あの、どう？西尾さん、ありがとうございます。アキラさん、ありがとうございます。電話した。声が脳内再生されます。
チーム公演が見たくなるんじゃないですか。見たくなっちゃう。懐かしい、ツアーで、ツアーのイメージだ。奈緒さんのイメージあるんだよね。イメージっていうか奈緒さん、ちょっとだからさ、なおさんのファンの方とかちょっとうるっときちゃうね。なんかいい歌だよね。難しいよね、本当に。
もう秋っていうかさ、あれなのかな、寒すぎるのか、関東の方。あの、昼休憩中だ、ホールの方。ありがとうございます。メイクイッチュメイクイッチュ、なんか12月の、あ、そうなんだ。そんなに？え？困る。ねえ、美味しい。今日何度？何度？見ますと、今ね、17度くらい。今日最高気温18度で、どうなんだろう、17度なんて急に寒くなり、涼しくなってて分かんない。11月かでも言うて、いや、まだか一応まだか、でも22でしょ、今日あと1週間ちょっとでもうですよ、この10月末早い。12度？あ、そうなんだ。12度は寒いじゃん、本当に。それはもう12度って、え、寒い。そんな寒いんだ、関東。
ってるというか、あー、雨降っちゃって困ったね。コーラスさんたちすごいこと、あー、ない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 、好きなのは私はサッシーさんのあのところが好きなの。ワクワクみたいな、ワクね、ここが好きなのよね。D メロっていうのかな。うん。そうだよ、ね。それはもう ハロウィンに何かした？そうだな、ハロウィン特に思い出がないなってことは何もしてない。え、ハロウィンの日でしょ。ハロウィンなんかねしてない。あ、したわ、ごめんなさい、しました高校の時は特にしてないんだけど、なんか中学の時は友達と、あーでも下って入んないのかな、あれは。友達とまあ遊びに行って、なんかハロウィンのそのカチューシャになるやつ、角みたいな、あれをなんかパパッと買ってつけて、なんかそのプリクラとかって下って下に入んないか、なんか遊びに行った。なんかハロウィンパーティーとかしてした記憶がないんだよな、あんまり。別にハロウィン好きじゃなかったんだよ、私そこまで。あ、
か別になかった。言うてなんかハロウィンかって感じだった。学校で菓子パンしたかな。なんか別になんもなかったよ気がするんだけどな。ハロウィンエピソードあんまない。仮装したりっていう、仮装したことがない。最初見たとき、よし覚えるぞってなったときに見たら、え、簡単だと思って、一番簡単なんじゃないかな、本当に一番っていうか、もうちょっとダンスあるかなと思ってたら、そう、意外にない。これだけ、なんか BGM だけ聞くとちょっとあれだね。あ、でもなんかハロウィンっぽいじゃん。ハロウィンっぽくないか。でも雲だからね。ちょっとハロウィン味はあるよ。やばい。私も毒グーめっちゃ好きなの。自分が好きなやつを好きと言ってくれるのが、まあ、めっちゃ嬉しいんだよね。
容、代用がすごい。アンチが今かけてるのってダメじゃないですか。ド入りなんですよ。ここでわかる、この差でわかる。結構目悪いね。目がなくて目小さく見えて現象起きるから嫌だよ。動画高くなる。仮面ライダーでちょっとそれはもうだってかかってた、いろんなところでかかるもんね。お店でハロウィンすごいよね。ハロウィンといえばハロウィンライダーだよね。それはまあハロウィンの日に。ここ好きなの、ここ好き。本当に謎の選曲してるわ、あとなんだろう。今日何だろう。
分40分にはもう終わります。はい、終わりますので、18度、17度ぐらいってどのぐらい寒いんだろう。本当に気温が分かんないの、最近気温感覚が分からすぎるな。この曲ね、ちょっとね、ハイピーカレンダーしちゃってるんだよ、現実でね。ゆるくね、作業しない。はぁ、メイク、うわ、とりあえずまあ、入った。はい、どうですか、みんな金曜日、頑張れますか。金曜日は頑張れんのよね。うん、金曜日って頑張れるよ。だってね、そうだ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 ね。あと半日頑張る、バイト。
上げます。13位サーニーデーさん、12ペッサン、19シンさん、10ノッさん、9アキラさん、8ナガッツさん、7位カラオケシカシさん、6位フルーツさん、5位ヤスターさん、4位ピケさん、3位ナオさん、ナオさん、2位ハグピグさん、1位クミショウさんです。間に合った。好き好き大好きさん、かわいい、ありがとう、イエイ。ということで、配信、お昼の配信は終了です。皆さんお付き合いいただきありがとうございました。 BGM いいな、 BGM 配信いいな、作業中の、ありがとうございました。午後も頑張りましょう皆さん。金曜日ね、今日で1週間平日終わりだからね。ありがとうございます、見てくださった方。ではでは、また後で、今日の夜は配信できたらすると思うんですけど、じゃあねー、バイバーイ。